オーストラリア大陸が一年戦争最大の惨劇の場となることは、連邦軍はもちろん、惨劇を引き起こした張本人であるジオン軍にとっても予想外の出来事であった。時に宇宙世紀0079、地球連邦政府に宣戦布告したジオン公国はブリティッシュ作戦を決行し、巨大都市スペースコロニーを地球上に落下させる。コロニー落下という恐るべき質量爆弾の目標は、連邦軍の本拠地がある南米ジャブローに向けられた。しかし連邦軍もこのブリティッシュ作戦阻止のために必死の抵抗を試みる。地球に向け高度を下げつつあったスペースコロニーは、大気圏突入後アラビア上空で崩壊。ジャブロー直撃を免れたものの、質量の大半を維持したままオーストラリア大陸の都市シドニーに落下。その瞬間、地球上からシドニーという都市は消滅した。ブリティッシュ作戦の失敗は、戦争を短期間で終結させるというジオン軍の計画を大きく狂わせた。続けて地球降下作戦を開始したジオン軍は、地球連邦の混乱に乗じ、各地で電撃的な勝利を収めていく。そしてブリティッシュ作戦により最大の被害を受けたオーストラリアもまたその例外ではなかった。ジオン軍はオーストラリア大陸の主要な鉱山や採掘施設を占領。連邦軍は連邦軍で各地に分断され、積極的な攻勢をかけることもできず、戦略的価値のない地域を確保しているに過ぎなかった。それから11ヶ月後、宇宙世紀0079、11月22日、オデッサでの戦闘を契機に、連邦軍は全地球規模の大反攻作戦を開始。連邦軍オーストラリア方面軍司令スタンリー大佐の指揮のもと、連邦軍の大陸奪還作戦は開始された。第一主力部隊レッドポッサムは大陸の中央部へ進攻し、第二主力部隊グリーンイキドナは大陸北部へ、第三主力部隊イエロークオッカは大陸南部へと同時展開。三つの主力部隊を軸とし、同時多発的に展開することで、ジオン軍の指揮機能を混乱させ、相互支援できない敵軍を括弧に撃破し、大陸を奪還するのである。そしてこの攻略作戦を支援するため前線に配備された部隊こそ、後にホワイトディンゴとして恐れられた連邦軍特殊遊撃モビルスーツ小隊である。ファングワンのコードネームを持つ男マスターピースレイヤーと、えりすぐられた3人の兵士たち、今このコロニーの落ちた地において、ホワイトディンゴの名を冠した戦士たちの戦いが始まる。
こちらファング1、戦闘開始する。ファング2、戦闘開始します。ファング3、始めるとし。
さあ、連邦のモビルスーツのお手並み拝見といこうか。手加減はできんたちでな。悪く思うな。早い。それに動きがいい。この調子なら残りのやつも簡単そうだな。やるの。この一撃で仕留める。損傷を与えられなくても足さえ止められれば。
特殊遊撃モビルスーツ小隊ホワイトディンゴの的確な判断により、アリススプリングスは無傷で連邦軍の占領地となった。これによりアリススプリングス攻略を第一目標としていた第一主力部隊レッドポッサムは警備に必要な最小限度の兵力を残して二分し、一方は北部攻略のグリーン行きドナへ、もう一方は南部攻略のイエロークオッカに合流するべく移動を開始する。ホワイトディンゴの面々には戦略的要衝を無傷で手に入れた功績によりアリススプリングスで待機という名目の休養が認められた。はーい、勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、元気にしてますか？私ジャッキーは皆さんのおかげで今日も元気です。さて皆さんも知っての通り、このオーストラリアでもついに連邦軍による正義の戦いが始まりましたね。しかも開始早々各地で勝利に次ぐ勝利、本当に皆さんお強い。でもこんなことならもっと早くやってくれたらよかったのに、なんてそんなわがまま言っちゃいけないよね。ごめんなさい、これからも頑張ってくださいね。ジャッキーも応援してます。それではここで一曲。そんな時、電撃的な報道が世界中を駆け巡る。北米カリフォルニアベースの陥落、連邦軍は北米大陸におけるジオン軍の最大拠点カリフォルニアベースを陥落させ、通信衛星を使って全地球的に放送した。放送は複数のチャンネルで流され、どのチャンネルもリポーターらしい人が興奮した声でがなり立てていたが、その映像だけでも十分なインパクトがあった。北米カリフォルニアベースの奪還に成功した連邦軍の勢いはオーストラリアでも同様だった。南部攻略に当たっていた第三主力部隊イエロークオッカもアデレードの奪還に成功。これに伴いホワイトディンゴもまたレッドポッサムの分隊と合流して南部への進攻を開始する。結局戦争は彼らをそれほど長く休ませてはくれなかった。
重装甲。やっぱ新型はいい。チャンスを無駄にはしない。攻撃行動に移ります。ターゲット捕捉。オアシス戦闘行動に入ります。あらよっと、逃がさん。艦隊一段出力低下。Thank you.
さあ当たってくれよ。あれよ、主星に入れば押される。仕掛けるぞ。生物環境兵器アスタロス、人体に害はなく植物に寄生して宿主の成長を促進させるウイルスのような働きを持つ。本来アスタロスは兵器などではなかった。スペースコロニーでの農業生産性を向上させる研究から偶然生まれた植物寄生体である。遺伝子操作により過酷な環境でも発育できる能力を持ったその植物寄生体はコロニーでの農業生産性向上に寄与するだけでなく、荒廃した地球の砂漠化防止にも役立つはずだった。だがどんな発明にも二面性はある。砂漠でも発育できるその性質は同時に地球上の森林地帯をアスタロスで埋め尽くすことも意味していた。そして地球上の森林が破壊されれば宿主を失ったアスタロスもまた生きていくことは不可能だ。すなわちアスタロスが地球上にばらまかれれば地球の森林地帯は完全に破壊された上に最後には死滅したアスタロスだけが残るのだった。キャリフォルニアベースのジオン軍科学者たちはこのアスタロスの恐るべき性質を知り、基地の陥落前にサンプルを資料をもろとも焼却しようとした。危険性が排除されるまで研究は凍結されるはずだった。だが彼らの判断は遅すぎた。キャリフォルニアベースにキシリアザビ直属の特殊部隊であるマッチモニードが展開していた理由の一つはザビ家の目としてジオン軍を監視することにあった。彼らの諜報の中心はもちろん連邦軍にあったものの、彼らの目や耳はジオン軍内部にも向けられていたのだ。そんな彼らがアスタロスの存在を知るのは造作もないことだろう。全ての秘密を守るためマッチモニードはキャリフォルニアベースを脱出する際、
科学者たちを皆殺しにし、必要なデータとサンプルを確保した。全てはザビ家のためである。すでに人類はこの戦争で億単位の人口を失っている。戦争の結末が見え始めた今、地球にこれ以上の戦死者を出す余裕はない。だが、これほどの最悪をもたらしながらも、なお戦争に勝つためだけに生態系を破壊しようと考える人間がいる。マッチ・モニード、ジオンの敗北という現実を直視する勇気がないばかりに、彼らはアスタロスを運んでいるのだ。ごくわずかな愚かな人間たちによってこの世界が破滅の淵にいるとしたら、それに勝る悲劇はない。それは地球連邦軍の敗北どころか、地球そのものが人類の生存不可能な星へとなりかねない危機なのだ。
こいつが噂のドムか。ファング3、行くぜ。そこだ！くそ！バカだ！やられただと！遅いな！つくし！ふThank you.
かくして我が軍は目標を達成した。私はここにおいてジオン公国オーストラリア駐屯軍の全ての部隊に命じる。最終命令、月の階段を発動する。全部隊は現在進行中の全ての作戦を中止し、月の階段を最優先で実行せよ。作戦が成功し、一人の欠員もなく諸君らと再会できることを、私は司令官として切に望んでいる。ニアーライト少佐率いるマッチモニードはトリントン基地を脱出後、ヒューエンデンの HLV 基地手前まで命からがら逃げていた。彼は直ちに基地に対して迎えを差し向けるように命じた。彼の辞書には偉大という単語はなかった。彼にとって人は命じるか命じられるかのどちらかなのだ。だがヒューエンデンの HLV 基地の返答は信じがたいものだった。迎えには行けない。またそちらが基地に入ることも認められない。接近すれば撃墜すると。そしてそれ以降、マッチモニードへの通信も封鎖されてしまう。他人からそのような扱いを受け、友軍にさえも完全に無視されたニアーライト少佐には、忌まわしい少年時代の記憶がふつふつと蘇ってきていた。ニアライト少佐をはじめ、マッチモニードのメンバーの多くはサイド3の社会でも仮想階級に属していた。彼らが物心ついた時、真っ先に学んだことは、自分たちが見下され虐げられているという事実だった。そんな状況が一変したのはザビ家がサイド3の支配者となってからだ。そしてザビ家は新しい社会体制を主張するようになり、それを通すために有能かつ野心的な支持者を必要としていた。ニアライト少佐らが社会の上層へ這い上がるチャンスはこの時に訪れた。ニアライト少佐をはじめ、マッチモニードの面々は有能な人間たちばかりであり、そして何よりも野心家だった。彼らの生まれた境遇がそうした野心を生んだのだ。この段階で彼の脱出計画は大きく軌道修正された。自分をバカにした連中を殺す、それはもはやザビ家もアスタロスもどうでもよくなっていたのだろう。自分を虫けらのように扱った連中をこのままにしておくことなどできない。彼は他人を虫けらのように扱うことを何とも思わなかったが、自分がそう扱われることには異常なまでに敏感だった。トリントン基地脱出後、オーストラリア大陸中に流されたウォルター大佐の放送を彼らも聞いていた。我が軍は目標達成の意味は不明だったが、ともかくジオンのオーストラリア駐屯軍は空へ脱出しようとしているのは間違いない。そしてオーストラリア大陸でそれが可能なのはヒューエンデンの HLV 基地だけである。オーストラリア大陸北東部に位置するヒューエンデンの HLV 基地は赤道に最も近く、戦略上の要衝ともなる宇宙港である。今まさに一機でも多くの HLV を空へ脱出させるため、急ピッチで打ち上げ作業が行われていた。この基地がジオンのオーストラリア駐屯軍にとって最終防衛ラインであることは間違いない。オーストラリアのジオン軍はこの基地を是が非でも守ろうとするだろう。当然連邦軍も何としてでも攻略しようとするはずだ。ニアライト少佐にとってすでに脱出のことはどうでもよかった。オーストラリアの連中はキシリア直属部隊のマッチモニードがアスタロスを持って空へ上がるのが気に入らないらしい。だからこそ少佐は是が非でも HLV で空へ行こうとしていた。マッチモニードに HLV が奪われ、アスタロスまで空へ運ばれたことを連中の目の前で見せてやるというのだ。少佐の目的は
奴らのバカさ加減を思い知らせることにある。それができるのなら基地が連邦軍に落とされようが関係ない。彼は他人の命に髪の毛ほどの価値も感じていなかった。なぜなら彼は自分の命にさえも価値を感じたことがなかったからだ。 HLV のダッシュ、少佐の計画はすでに決まっていた。
お前と再び戦えるとは、これも運命か。今度はアリススプリングスの時のように手加減はしない。本気で行くぞ。荒野の陣内、こちらとて望むところ、相手にとって不足。目標を捕捉した。攻撃を開始する。やるな。勇敢なる連邦軍兵士の皆さん、そして勇猛なジオン軍の皆さん、お互いにとって長く辛い戦いは終わりました。昨日、宇宙世紀 0080 1月1日15時、地球連邦政府とジオン共和国との間に終戦協定が結ばれました。これから世界がどう変わっていくかは分かりませんが、いつの日かアースノイドとスペースノイドがいがみ合うことなく、お互いを認め合い、全人類の平和を願う日が来ると私は信じています。そんな日を夢見て、今はこの戦争で死んでいった多くの魂にただ祈りを捧げましょう。戦争は終わった。そしてその直前に一人の男が死んだ。もしかすると生涯の友となれたかもしれない男が。連邦軍はその日のうちにヒューエンデンの HLV 基地を占領。すぐに HLV の残骸が調べられ、アスタロスのサンプルが完全に破壊されたことが確認された。この戦闘の結果、大陸内のジオン勢力は一掃されるとともに、生物兵器によるジオン軍の
地球破壊という最悪のシナリオも防がれることとなった。ヒューエンデンの HLV 基地で死闘が行われている時、ウォルター大佐の作戦がオーストラリア全土で展開された。ジオン軍は意味もなくアリススプリングスを放棄したのではなかったのである。ウォルター大佐の言う月の階段とは、海面に月への階段のように月光が映り込む旧ブルーム地方で見られた自然現象を指していた。これが作戦の実行日と最終目的地を暗示していたのだ。作戦実行とともに大陸中央部のジオン軍は決起すると、防備の手薄な連邦軍基地を襲撃し、ブルームへと向かう。そこには大量の船舶や航空機が用意してあり、現地指揮官である麻也小泉大尉の指揮のもと、ジオン軍将兵はアフリカへと脱出した。彼らはすでに空への脱出を断念し、連邦の統治が十分に及ばないアフリカへの潜伏の道を選んだのだ。ヒューエンデン HLV 基地の行動は全てこの作戦を連邦軍から隠すための大規模な陽動作戦だったのである。こうしてヒューエンデンの HLV 基地を脱出したジオン兵たちはアフリカへと向かい、そして今最後の輸送機が到着する。ユーリが到着したか。ええ、ウォルター大佐。元大佐さ。はい、やっと終わりましたね。いや、これから始まるのさ。時に宇宙世紀00801月2日、オーストラリア大陸をめぐる一連の戦闘はついに終結。連邦とジオン残党軍の戦いは今後も長きにわたって続けられることになるが、それはまた別の物語である。